5月10日火曜日、大安町石暮南にある茶畑で、中華人民共和国中名古屋領事館の勝光彪総領事と夫人の郷卓領事が茶摘み体験を行いました。まずは丸新緑公園の伊藤則明さんと玉露のかぶせ茶の畑に向かいました。この体験は今年3月のいなべ市観光協会が主催する観光資源の視察や講演会に総領事が出席した際、いなべ市産のお茶を知り茶摘みなどに興味を持たれたことで実現しました。茶摘みはこの日が生まれて初めてという総領事ご夫妻。伊藤さんから刈り取りはお茶の先の葉で一芯二葉が大切と説明がありました。また総領事は布をかぶせるより太陽をたくさん浴びさせた方が良いのではないかと伊藤さんに熱心に質問する姿も見られました。一芯二葉じゃないんですね。こういう大自然に触れて非常に気持ち良くなりますね。これ一番いいです。茶摘み体験を終え、総領事はお茶の香りが漂う工場の見学を行いました。必ずお茶はみんな蒸すんですか？そうですね、みんな蒸しますね、最初は。はい、この蒸し加減が一番大事で、そして摘みたての生葉で簡単にできる手もみ茶にもチャレンジしました。はい、それをもう、はい、このままでいいよ。いい香りする。はい、その後、勝光彪総領事は稲部のチャップリンなども試食し、自分が摘んだお茶が飲めて嬉しかったですし、工場を見て勉強になりました。中国も都市化されてきて自然に憧れる人は多くいますので、お茶どころでもある稲部市の魅力を本国に報告し PR していきたいですと話していました。稲部市産のお茶を多くの人に飲んでもらいたいですね。